ついに来てしまった。はい、どうも、チェホンと椿です。はい、今回なんですけれども、はい、もう来てしまったよ。ついに来てしまいました。世界初三つ折りスマホ来たということで、先に椿さんにこれだけお伝えしておきたい、うん、買っておりません。あ、本当？はい、そこだけは安心してください。さすがにちょっと今回いろいろ事情がありまして、実はこちらですね、もう先に価格だけ言っておきます。本体価格は約40万円はい、40万円となっております。まめこモバイルさんのご協力を得てですね、この動画をお届けできることになっております。そうなんだ。はい、安心してください。なんでよかった。どのぐらいこのね、三つ折りスマホがやばいかっていうと、まあ本体価格40万円はなかなかやばいと思うんだけど、事前予約だけでなんと650万台超え、人気超え、はい、超超超品薄らしいです。で、なんと噂ではですね、一時なんか200万円を超えたとか、こう手に入れるためにはみたいな、まあ、そもそも40万円で買えない。やばいじゃん、はい、超やばいやつがここで未開封であるんですよ、もう、はい、もうというわけで、もう今回この動画ではですね、世界初の三つ折りスマホを開封レビューしていきたいと思います、うん、僕自身まだ開けてなくて、もう見てもないです。で、実際どうなっているかと、こう感想をお届けしていきたいなと思ってます、ね、これはもう皆さんと一緒に見ていく感じになりますので、このワクワクとちょっとした緊張感、もう僕ね、久しぶりにこうスマホを開けるときに緊張しております。あ、そうだね、ドキドキしてますはい、もうこれはここ数年ではなかったんじゃないかなっていうぐらいの緊張感があります。はい、ぜひね、その辺もリアルなドキドキ感とワクワク感をもう見ている皆さんと共有できればなと思っております。それでは行ってみましょう。というわけで早速開封から入っていきたいと思います。皆さん、気持ちの準備はよろしいでしょうか？こう、ドキドキしております。じゃあ、はい。じゃあ、これは俺にやらせてくれ。これは頼む。これは俺にやらせてくれ。これは貴重な瞬間だ。もうこんなもの、ちょ待ってくれ。椿さん待ってくれ。この瞬間だけ俺がやらせてくれ。で、ちなみにこちらですね、ファーウェイ製となっておりまして、Mate XT という機種になっております。はい、ファーウェイ製です。はい。で、三つ折り世界初です。それでは。三つ折りを超えたってこと？まあ、その辺を見りゃわかるです。ね、もう、椿さん、もうもうね、もう見たらわかります。ちょっと見ましょう、一緒に。はい、というわけで、開封いきます。3、2、1。おお。何の時間でしょうか。皆さん、今これは何の時間だと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、知恵本がワクワクしつつちょっとずつ開封しております。地味な。はい、地味な。本当に慎重にいかせて。なかなかこんなものを開封できる瞬間って訪れないので、ちょっと慎重にいかせて。あちょっとごめん、本当に慎重にいかせて。あ、来たー。ちょっと綺麗。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、ドキドキしてるわ。全然撮影とか忘れてるわ、ごめん。ちょっと待って、ね、開いたぞ開いた。いきますね。はい、いいですか。いいですよ。いいですか。あ、ちょ、重厚感がすごい。ちょっと重い。重いの。重い。おお、ちょっと待って、これどっから開けれるんです。どういう感じ。ああ、こっちこっちだ、こっちだ。いきます。おーおーおーおお、でかいぞ。なんかでかい。ちょっと待って、ちょっと待って、薄い。ちょっと待って、これ開いてるわ。もう開いてます。薄いです。もうね、まだ包まれてんだけど、もう薄さがわかるよ。ちょっと待って、一旦待って、置いとく。ちょっと、一旦置いとく。まあ、いろいろ付属さ、付属品、付属品ね。はい、もうなんか明らかにこの、だってこれさ、これだけなのにさ、この物理おかしいでしょ。確かに。これも気になるでしょ。はい、ちょっとじゃあ。はい、なんか注意事項が入ってる。はい、これ注意事項ね。三つ折りスマホ、折りたたみスマホのような感じなので、まあ、取り扱い注意ってことですね。やっぱね、多分ね。うん、はい。ちょっといろいろ見まして、おちょっと待って、なんかいろいろやっぱ入ってるわ。あ、なんかね、イヤホンが、ファーウェイ製のワイヤレスイヤホンが入っております。スマホにワイヤレスイヤホンがついてくるっていう。あと、これ多分カーチャージャーかなんかですね。はい。これ車とかで多分使えるやつです。SIMピンですね。あと、これは、なんだろう。あ、ケースだ。あ、アラミド系です。なんかちょっと特殊な感じのケースになってる。なんかすごい。なんかついてる。曲がる。なんだろう。ちょっとこれはまた後ほどつけてみたいと思う。アラミド系ですね。軽いってこと？完全。うん、軽い。あ、軽い。あと、これ何？これ。何？
あ、スタンド的なね。スタンドになるんだ。なるほどなるほど。であとは、充電器類ですね。まあ、ケーブルとかアダプターが入ってます。ちなみに今回のこちらの製品ですね、中国でね発売がされておりまして、うん、国内投入についてはもちろん未定となっておりますので、はい、そこだけちょっと注意してください。それではお待たせしました。一番メインディッシュをいきたいと思います。おー、ついについにいきますよ。いいですか？もう見えてる。皆さんよろしいですか？はい、はい、うひょーうひょー、すげー。ちょっと待って、やっぱすげー。え、すごい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 、え、すごい、来てる来てる、すごい来てる、すごい来てるは分かんないけどすごい、おお、やばいやばいやばい、ちょっと、めちゃめちゃ薄い、めちゃくちゃ薄い、やばいやばい、こ、感度がやばい、ちょっとやば、これはやばい。あー、待って待って、ちょっと持ってみる。持っていいの？あ、いいよいいよ。ちょっと待って、もう細いもん。あ、薄い、薄い、すごい薄い、だよね、薄い、やばいよね。へえ、後ろはレザーっぽいですね。なんか質感いいね、これ、ね、ちゃんと三つ折りなのでね、こうね、すごい、はい、もう二つ折りじゃないんだ。そうです。じゃあ表行きましょうか。いや、でかいね。いや、もう本当にやっぱタブレットだね。タブレットだね。タブレットですね。いや、やっぱ薄いわ。だってさ、これだよ。え、めっちゃ薄いね。これだよ、すごい薄すぎでしょ、さすがにこれだよすごいな、これ。はい、ちょっとじゃあせっかくなんで起動していきたいと思います。はい、来ましたね。これちゃんと日本語もありますね。はいはいはい、じゃあ行ってみましょうか。日本語、ちょっとマジでなんか感動するな、これ。ちょっとすごいわ、やっぱこれこれはすごい。あの、折り目もね、光当てるともちろんこう、うん、ちょっと見えるけど、あの、でもなんか、かなり気にならない、ね、薄めだね。ちょっとちょっとちょっと、はい、というわけで今ですね設定が一通り終わりました。ちょっと広い、ちょっと待って、本当にすごいぞこれ。あのね、折り目こう光に当てるとね、こんな感じで見えるけど、これ当てなかったら分かんないわ。これはマジですごいわ。ちょっと待って、津脇さん、これさ、うん、これ40万で買っていいですか？ダメだよダメだよ。じゃあ今ね、多分40万じゃまだ買えないと思うんだけど、40万になったら買っていいです。じゃあ、まあこれ今まだ折りたたんでないですよね。確かに、はい、3つ折りなのでもちろん折りたたみます。じゃあ行きましょうか、皆さん一緒に折りたたんでいきましょうかちょっと待って、どこから折りたたむんだこれ。ちょっと どこからだろう。あ、わかりました、はい、私なんでしょう、はい、なんとなく感じがわかりました。わかりました、いきますね、はい、ここからです。え、そっち、え、そっちやばやば、これデュアルスクリーンですね、いわゆるね。さっきのがトリプルスクリーン、これがデュアルスクリーン、いわゆる普通の折りたたみスマホですね思ってない方向に曲がってた、はい、こちらがギャラクシーの、はい、折りたたみスマホですが、まあ、いわゆるこういうことですね今、はい、はい、皆さん多分頭追いついてないと思うのでじゃあ、あの、ここが曲がります。ここです皆さん。あ、なるほど、この状態だとちょっと開けにくいのか。なるほどなるほど。だからここを開けようと思うと、ここをちょっと折りたたんで、うん、こうだ、すごい折りたたん、あ、こうだ、あ、やばいやばいやばい、なにこれ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 、ちょっと待って、これ、え、どういうこと、やばすぎでしょ、やばいでしょこれやばいでしょ、どういうことどういうこと、もう一回いきますよ。だからとりあえず折りたたんでいきますねこれでまずデュアルスクリーンです、はい、はい、いわゆる折りたたみです。それはそっち向きに折りたたむやつなんだね。 こっちです、はい、だからここがディスプレイなんだね、ここが、ここ折りたたんでる、今俺が指曲がってるけど、そう、今ここディスプレイに触れてますじゃあいきますね、最後、はい、これ3つ折りなので、はいはい、もう1個いきます。おーおーおい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 、ちょっと待って、普通のスマホになったぞ。ちょっと待って、本当だ、本当に普通のスマホになりました。
え、普通のスマホだよ。なんか、うん、厚みもそうだ、ね、めちゃくちゃ分厚いわけでもない、ね、マックスを折りたたむと厚さが 12.8、うん、だから普通のスマートフォンよりはやっぱりちょっと厚いですね。厚いけどなんか思ったより薄い。ちなみに iPhone16 Pro なんですけど、これよ、だから三つ折りした状態でこの厚さよ。すごいよ ね、 ね、 すごいね。三つ折りにした状態よ、これ全然細いわ。ちなみにこちらが Galaxy Z Fold 6ですね。折りたたみ、いわゆる普通の折りたたみです。カメラのところが厚さがあるのであれなんですけど、まあでもかなりいい勝負してるね。うーん、すごいなこれ。みんな見て、ここさ、ここがフレームよ。ここがフレームで、この上がディスプレイよ。ちょっとごめん、なんか普通に説明忘れてなんか感動しちゃってるわ。というわけで、まあ、ちょっといろいろ説明していきます、ゆったりと。はいはい、はい、前面から見ていきましょう。まずシングルスクリーン、いわゆる全部折りたたんだ状態のディスプレイサイズ、これが今 6.4 インチとなっております。うん、結構ね、こう持ってみてわかるんですけど、横幅が絶妙に良い感じ。一応1画面時は 73.5、 あ、まあ重さはね、これ全体で重さは 298g です。はい、単純にスマホと考えるなら激重だけど、うん、タブレットって考えたら激軽よ。そうだね、だって300切ってんだもん。で、厚さはさっきも言った通り 12.8mm となっております。まあ、ここもね、まあ、若干厚さはあるものの、まあでも逆に言えばこれ開いていくとどんどん薄くなるんですよね。まあそういう感じでね、シングルスクリーンは普通のスマホとして利用することができます。はい、続いてデュアルスクリーンって言いましょうか。あ、はい、ここか。そうです。お、おお、怖い。デュアルスクリーンについてはですね、 7.9 インチと、うん、まあ、約8インチぐらいあるサイズ感になっておりますので、まあ、やっぱ結構見やすい感じですね。うんうん、ね、読書とかにもすごい良さそうなサイズ感。本当に普通の折りたたみスマホのようなサイズ感で利用することができます。鮮やかな感じ。はい、ね、ディスプレイがめちゃくちゃ綺麗ですよね。これね、見てる感じ。うん、はい、ちなみに2画面の時のこの厚さなんですけれども、一番太いところで 7.45mm、一番薄いところで 4.75mm。もうこの時点で普通のスマートフォンより、うん、薄くなってるんじゃないかなと思いますね。すごい。薄いよ。だいぶ。まあ、でもカメラがなんか圧があるね、やっぱね。ね。いや、この子ね、もちろんトリプル作りとかもすごいんだけど、カメラ仕様も結構しっかりしてるから、それも後ほどまた触れます。はい。で、最後、トリプルスクリーンです。トリプルスクリーンの開け方については、ちょっと先ほど僕がやったように、椿さんぜひね。まずは、畳む。そう。ほ。はい。まずは畳みます。下側から、はい。こんな感じで、まあ、一瞬だから意味わからない形になるんですけれども、はい、こんな感じ。これマジどうなってるんだろうな、すごいな。これで、こうするとき怖い、はい、これでトリプルスクリーンとなります。ディスプレイサイズは 10.2 インチと、こう、もう大画面タブレットですね。うん、もう本当に普通にタブレットです。はい、なんか折りたたみスマホもね、こうタブレットとして使えるみたいな言い方をね、僕もするんですけれども、まあ、実際問題もっとタブレットっぽいのはこっちです。うん、やっぱりかなりタブレット片手厳しい。あ、まあちょっとね、やっぱね、300g 近いので、まあ、そこはあるかなという感じ。ただ代わりにバッテリー容量は 5600mAh とかなり大容量です。はい、で急速充電最大 66W 対応で、ワイヤー充電、なんと対応しております。はい、まあ、だからすごい。いや、すごいよ。はい、こんな感じですね。で、あとなんか分割操作とかもできるっぽくて、はい、こういう感じで、こういう感じ、うんうんうん、はい、こんな感じですね。はい、ちょっと待ってね、未知なところが多いね。ね、未知すぎてわかんない。半画面時のこの薄さはこんな感じです。なんとですね、一番厚いところで 4.75mm、 一番薄いところで 3.6mm。 3.6 よ。すごい。 3.6 って、これにさ、バッテリーが 5600mAh 搭載されててさ、異次元です。なんかもうこれだけで感動できる。多分ご飯食べれる。で、ちなみにファーウェイメイト XT なんですけれども、チップセットは非公表となっております。うーん、まあ、これはちょっとやっぱ規制の関係で、どうもこうチップセットを発表できないっぽいですけど、なんかね、キリン9010が搭載されてるっぽいです。はい、もう今ね、その情報は何。そう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 、ね、キリンシリーズね、昔よくね、もちろんファーウェイシリーズ搭載されてて、僕も使ってたんですけど、まあ、今のこの最新のチップセットのパワーが全然わかんない。うーん、
全然わかんないです。でも今なんか軽く触れた感じはすごい動作サクサクだよね。うん、普通になんか快適、ね、普通に快適感あるよね。うん、全然なんかあの、うん、もうカクついたりとかはしない感じがしております。しないね。はい。で、ちなみにメモリは 16GB で内蔵ストレージは 256GB、512GB、1TB から選択が可能となっているみたいです。もちろん全ての容量で、品薄らしいです。はい。じゃあここからはですね、カメラちょっとご紹介していきたいと思います。メインカメラはトリプルカメラ搭載で約5000万画素の広角、なんとこちらの広角なんですけれども可変絞りが搭載されております。 F 値 1.4 から最大 F 値 4.0 までこう可変式となっておりますので、うん、まああのくっきり撮ったりぼかしたりみたいなことが自由にこうできるようになっております。すごい、はい、すごいです。ちゃんと広角式手ブレ補正も搭載されております。で、1200万画素の超広角も備えておりまして、加えて1200万画素のペリスコープ望遠もペリスコープ望遠も搭載されているという感じ。光学 5.5 倍らしい。はい、ちょっと見ていいですかこれ、はい、あのこの辺の情報が全くありませんでしたので僕自身カメラをちょっと使ってみたいです。はい、これ見ていきましょう。はい、こちらがカメラ画面です。はい、こんな感じですね。カメラの切り替えは超広角1倍2倍 5.5 倍10倍っていう感じで切り替えができるようです。はい、でこれね面白いことができるようになっておりまして、ここを折ってこうすると、ここにボタンが発生するんですが、はい、これ今ね、反転させてくださいって出ますよね。はい、こうです。はい、あのメインカメラで自撮りができるっていう。なるほど、なるほど。で、しかも大画面です。あの、もう本当、だから普通のスマホで撮ってるような感覚で自撮りができるという感じなのが、まあ魅力かなという感じがしております。はい、まあこんな感じのカメラの使い方ができると。いうことですね。ここにも一応ついてるんだよね。そうです、これがインカ普通のインカメラで、こちらがシングルカメラで800万画素となっております。はい、わけわからない、わけわかんない。もうなんかこれ説明いらないわ。もうちょっとなんかこれだけで満足しちゃうわ。はい、あー楽しい、楽しい。これさ、いや、これそうです、本当にね、うん、40万になったら買っていいですか？ダメだよ。先ほどねケースついてるというご紹介をしたんですけれども、うん、これケースをねこのまま装着しますと、まあ、こんな感じね。はい、でこの機種ですね、弱点がありますよね。やっぱり三つ折りということで一部こうディスプレイが折りたたまれてしまうので、うん、まああの保護がされないと。ここが一番怖いよね、言ってね、うん、だってここディスプレイだもんね。確かに、はい、でこのケースをつけるとここが保護できると。あ、これでそう保護ができますので、まあ、あの普通にこうねワンスクリーンで使う時も安心してすごい使えるという感じになってます。ただし注意点としては、あのこちらのケースですね、あの2画面時この時はですねこのままビヨンビヨンになるので、まあ、ちょっとちょっと若干邪魔かなというところと、あとこっち側結局、まあ、保護はされてませんので、あの2画面時で使う時はちょっと丁寧に使っていただいて。なるほどね、はい、まあ、ここはしょうがない、これはケースの構造上
こういう感じになってたので、はい、まあ、しょうがないということで、はい、気をつけてください。ちょっと気になる、はい、まあこれはまだ第一世代ですからね。 iPhone16 Pro Mate XT Z Fold 6 Galaxy ですね。でかいね、大画面ディスプレイとなってます。ベゼルの細さについてはこんな感じですね。非常に細くなってます。で、こっち側はディスプレイですね。こっち側がディスプレイ。画面に保護フィルムも貼られてます。はい、持つとこんな感じですね。本当に普通のこう大画面スマホって感じがします。さすがに本体重量があるので結構重めな感じはあるんですけれども、まあ普通にスマホとしていけそうな感じですね。続いてデュアルスクリーン、開くとこんな感じでね、折りたたみスマホとこんなようなサイズ感になります。これ面白いのはね、この画面上だとインカメラがないんですよね。こっち側の今この折りたたんでる方にインカメラがついてるので、この状態だとインカメラがないのが結構面白いかなと思います。あの折りたたみスマートフォンで、ね、画面内インカメラ、画面下インカメラみたいなのもあるんだけれども、まあ、別に僕はなくてもいいかなと思うので、この状態結構あり。はい、でこっち側がディスプレイです。今度こっち側 Galaxy Z Fold 6の開いた時とのサイズ感の比較ですね。若干ね、こう比べるとあの Mate XT の方が開いた時の画面サイズは大きい感じがします。横幅もそうだね、でかいね。はい、横幅もでかいです。縦もこんな感じででかいです。ちなみにこう折り目はね、こんな感じで、こう光に当てないとね、この XT の方は折り目がマジで気にならないですね。 Z Fold 6 の方は折り目こんな感じです。若干こう折り目はね、やっぱ Z Fold 6 の方がちょっと目立ちやすいような感じがします。まあ使っててね、気になることはないんだけれども、まあ、こんな違いがあります。これを開いていくと、これでトリプルスクリーンとなります。はい、見てこの Z Fold 6 とのこう画面差ね。やっぱこう、もちろんね、これでもタブレットサイズ感あるし、これでタブレットって感じではあるんだけれども、やっぱこう、Mate XT と比べるとね、全然こう、タブレット感っていうのが違うよね。すごいでかい。で、この状態だと、左上にここ、インカメラが、あります。こんな感じですね。でかい。ちなみに、大きさ的に言うと、まあ、こういう感じだね、多分ね。スマホ1個と、折りたたみスマートフォン1個っていう感じ。これ何の、サイズ感のあれかわかんないけど。というわけで、ファーウェイ Mate XT 世界初の三つ折りスマホを開封してきました。いかがだったでしょうか？はい、もうね、本当にすごいです。三つ折りスマホすごい。今後ですね、もしかするとこの技術がね、どんどん進んでいって、おそらく他社からもね出てくると思うんですけど、うん、これあの折りたたみスマホにとって変わる可能性があるんじゃないかなと思います。本当に3画面開いた時がタブレットなので、求めてたのはこっちかもしれない。うん、本当に求めてたのはこっちかもしれない。だって要するに普通の折りたたみスマホの2画面もできるし、うん、3画面もできて、よりタブレットになる。ロマン。本当にすごい。本当にすごい。もうだから貴重なこう体験です。はい、ただ価格は日本円で約40万円。もちろんこういうのがどんどん他の他社からも出てほしいし、日本に持ってきてほしい。本当に。もし来たら買います。はい。はい、まあ椿さんもでも感動しましたよね、今回ね。うん、すごいなとは思った。はい、え感想の温度差。、はい、まあこんな感じでね、まあ、あの今後も最新スマートフォンをガンガン追っていきたいなと思っておりますので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。もしこの動画よろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。チェホンに買ってあげてっていう思う方もぜひね、いいねよろしくお願いします。はい、てか買ってほしい。はい、お願いします。はいはいはい、はい、というわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。いやー、すっごいなー。